皆様こんにちは。和コンプロデュース宮古絵巻、東京和コンの堀越です。柴田です。本日は自分に似合う色仕掛けの選び方についてご紹介いたします。自分に似合う色仕掛けってなかなか難しいですよね。そうなんですよね。好きな色と似合う色違ったりしますか？はい。本日は衣装選びのポイント1、似合う色を知るです。ぜひご覧ください。色打ち掛けの王道が赤地です。赤はおめでたく花嫁を艶やかに見せる色です。色白の方には原色に近い赤や深みのある赤、オークル系やイエロー系の肌色の方には朱色がおすすめです。黒は格が高く高級感があり、気高く優雅な印象を与えてくれます。紋様もとても映えるので、華やかな印象を与えるには柄や色合い、小物でバランスを取るのがおすすめです。金色は古くから身分の高い人の装飾品として使われていたことから、高価で高価なイメージのあるおめでたい色です。イエロー系やオークル系の肌色の方に似合う色と言われています。いかがでしたか？羽織った時に自分の顔色が明るくなる色がおすすめです。似合う色は普段の洋服選びやドレス選びにも応用できそうですね。そうですね、ぜひ参考にしてください。はい、これからも色打ち掛け選びのポイントをご紹介してまいりますので、ぜひ楽しみにしてください。実際に和装を着てみたい方はぜひ和装試着体験にお越しください。お待ちしております。それではまたお会いしましょう。さようなら。